私は巫女として旅に出る。巫女というのはその魂をマナの木へ捧げる者のことを言う。巫女の魂がマナを循環させ、私たちの暮らしに恵みを与える。巫女は私たちを未来へとつなぐ役目、魂の守り人は巫女を守る役目。人にはそれぞれやるべきことがあって、いろんな場所からいろんなやり方で未来へとつないでいく。そうやって未来をつないでいくことがこの世界に生まれてきた意味だと思っていたけど、私まだいなくなりたくないんだって自分の気持ちに気がついちゃった。もっとバルとみんなとの思い出を作っていきたい。魂の守り人として巫女を守るのが僕の役目だ。ヒナ、マナの木に着くまで絶対に守ってみせるからね。止めても無駄やで。うちがこの村一番の風染めの腕を見せたるわ。絶対に巫女に選ばれてあんたを見返してやる。エテラナは月の加護を失った町、立ち入るのが危険なことくらい知っておいてほしいものだ。魂の守り人様、私もマナの木へ同行させていただきたく存じます。巫女は選ばれるものであってお願いしてなるものじゃないんだよ。しかしなかなかフェアリーが来ないな。未来への意志だ。だから僕たちなりの意志を未来へつなぐ。